第66回関東大学バスケットボール選手権大会、今日から準々決勝が始まります。第1試合は専修大学対日本体育大学の一戦です。この後ティップオフです。第66回関東大学バスケットボール選手権大会、こちらは国立代々木競技場第2体育館です。これから準々決勝第1試合、専修大学対日本体育大学の一戦をお届けをしていきたいと思います。まもなく両チームのスターティングファイブがコールされます。まずは専修大学からです。11番秋山、30番アブフィリップ、32番野口、そして34番森実海斗、そして65番佐々木健人です。そして今日は紺のユニフォーム、日本体育大学のスターティングファイブ。19番田口がコールされています。そして4番江畑、そして20番の小田切忠、45番河野雄太、そして32番フェイヌダリー。両チームとも前の戦いとは同じスターティングファイブで今日のこのゲームを挑んでいます。コート上ティップオフ、フェイヌダリーとそしてアブフィリップがセンターサークル立ちます。ティップオフしました。ボールは専修大学からフィリップ、まずはフィリップが打ってきました。これは外れてしまいます。江畑がドライブで行って、おっとこれは最後パスをしようとしたところ、ラインを割って日本体育大学ボール続きます。まずは江畑が決めてきました。日本体育大学スリーポイント、江畑康介。6回戦の駒澤大学戦は得点3ポイント5リバウンドという結果に終わっています。スリーポイントは7分の1でした。ゴールしたのリバウンドのモーション、シュートモーションでのディフェンスファールがコールされています。江畑です。アブフィリップがフリースローを放ちました。1本目、1本決めて3対1。そして高い位置からディフェンスに行くのは専修大学、それをかわすように今度は江畑、江畑が打ってきた。これはアブフィリップが取ります。佐々木がフィリップ、フィリップのシュートは外れてボールは日本体育大学。スリーを打ってきました。20番の小田切忠です。小田切は駒澤大学戦無得点に終わっていました。森田ね、ゴール下佐々木が放ちましたが、ボールは日本体育大学。これは最後河野が決めています。8対1。まずは幸先よく日本体育大学がペースを掴んでいきます。森田のシュートは外れて日本体育大学はしっかり時間を使ってフィリップ、フェイルダリーから最後は河野です。
河野が連続得点で10対1、早くも2桁は日本体育大学。これはインサイド、佐々木のシュート、フィニッシュが決まりません。専修大学今度はペイヌダリです。ペイヌダリが決めて12対1。立ち上がりまだ3分も経っていませんが、早くも日本体育大学が11点リード。そしてここはアウトサイドシュート、秋山でしたが、これも決まらず、その後はファール。専修大学にファールがありました。佐々木にファール。そしてここで選手が変わります。ここで早くも重富兄弟を投入してきました。専修大学背番号88番が重富周希、そして背番号9番重富勇気、昨年の福岡第一インターハイ、そしてインターカップの優勝メンバーでもありますが、さあここは小田切が決めた。15点目。これはボールカットした江端、その後ファールがあった。これは背番号9番重富勇気、早くも専修大学はガード陣を変えてきました。しかしペースは依然日本体育大学。ここは小田切、小田切には重富勇気がマッチアップ。リバウンドは日本体育大学、しっかりとポストプレー。田口ゴール下飛び込みますが、ボールは選手です。ここで重富周期が持ち込んでいきました。ここで選手が変わります。日本体育大学64番井出勇気がコートに入りました。ここは最後バウンドパスでしたが、ボールは日本体育大学。フィリップ、これはトラベリングバイオレーション。あ、失礼しました。今のは32番フェイルダリでした。ボールは選手です。そしてフィリップのシュート、これは外れた。アウトオブバウンドは日本体育大学。ここで日本体育大学54番の須田誠太郎がコートに入りました。まだここまで選手は1点のみ。ファール、背番号9番重富勇気、失礼しました、10番大沢のファール。小田切のシュート、これは決まりません。再起に上がっていく選手、大沢、最後19番田口が止めた。田口のブロックショット、素晴らしいブロックショットが出ました。そして小田切、この後小田切が決める。ここでタイムアウト、専修大学がタイムアウトをコールしました。
り4分48秒というところで専修大学がタイムアウト。立ち上がりから日本体育大学4番の江端のスリーポイントから始まり、そして小田切のスリーポイント、ポストプレーからは45番河野雄太の得点もありました。一方の専修大学、スターティングファイブの森種を下げて早くも重富兄弟を投入してきたんですが、まだ流れを変えるところまでは行っていません。17対1、1点リードということで、立ち上がりから一気にリードをしてきたのは日本体育大学。日本体育大学は6回戦で駒澤大学と対戦しまして75対48、非常にこの時はオフェンスリバウンドで河野そして津田とリバウンドを積極的に取りに行きました。それでリズムを掴んだ日本体育大学、その後ディフェンスでもしっかりとチームが躍動して勝利につないでいます。この流れは今日のこの専修大学にも、専修大学戦でも続いています。フィリップのシュート、これは短い、ボールは専修ボール。ここで日本体育大学田口のファウルがありました。ボールは選手、大沢からヒップ、これはトラベリングバイオレーション。田口、そして津田、田口、今度は井出が行きました。32番日本体育大学フェイヌダリーのオフェンスファウルがありました。残り4分を切っています。第1クォーター、ここは重富勇気が持ちます。そして重富周輝、インサイド重富周輝が決めています。ゲートミツインズと、そして大沢、佐々木、フィリップというのが今の専修大学のラインナップ。ここで井出がスリーポイント、選手がリバウンドします。一気に走る、これは井出がよく体を入れていました。そしてその後小田切がドライブ行きますが、アウトバウンドは日本体育大学です。フェイヌダリー、ボールは選手、重富周輝、そして佐々木から重富周輝、左サイドから大沢のシュートは外れますが、リバウンドフィリップ、ここでファールがありました。田口のファウル、これで田口は2つ目、田口が下がりまして江端がコートに入ります。フリースローはフィリップ、ここは1点ずつ返していきたい専修大学。フィリップがフリースロー2本揃えました。これで17対5、そして専修大学がプレスディフェンス、よくカットした佐々木がよくボールに食らいつきましたが、今のは佐々木のファールでしょうか。ここで佐々木もファール2つ目、
ここで専修大学14番高沢純がコートに入ってきました。ボールは小田切、ここはパスを回していきます。日本大学江畑のスリー、ここはしっかりフィリップが取ろうとしたところ、ファウルがありました。ペイヌダリー、メイヌダリーも個人ファール2つ目、そしてこの段階で日本体育大学チームファール5つになりました。ここで45番の河野がコートに戻ります。タイムアウト、今度は日本体育大学がゴールしました。スコア17対7、前半はタイムアウト2回まで要求することができますが、今両チームとも1回ずつ使ったことになります。前回のタイムアウトからようやく専修大学の得点が増えてきましたが、重富修樹、そして重富勇樹がこのトーナメントは初戦以来ですか、東京農業大学戦以来の出場となりまして、2人とも得点をしているというところでございます。事前の取材の時に実は佐々木監督が、重富兄弟は2人出て一番効果があると、一番点を取りに行く時に起用したいんだということをおっしゃっていました。まさに17対1、16点ビハインドの段階で投入する場面が出てきたというところでしょうか。ここは井出がスリーポイント、外れたアウトバンクは先週ボール、重富勇気、お、これよく反応した。井出に対してチェックに来ましたが、これはファール。重富勇気も個人ファール2つ目、これで専修大学もチームファール5つとなりました。フリースローは井出です。井出です。これで18対7、これ2分を切っています。第1クォーター、大沢から、そして高沢、ここスイッチで9番の重富勇気、もう一度高沢、逆サイド大沢、これはボールは日本体育大学一気に走ります。そして江畑のレイアップシュート、江畑がレイアップを決めて20点目。フィリップ、これはトラベリングバイオレーション、残り1分20秒というところ、20対7、日本体育大学が13点リード。小田切がフローター気味にショットを打ってきました。22対7、ここは高沢からインサイド、大沢がカットで入って得点、そしてディフェンスファールもありました。津田のファール、
カウントワンショット、これは外れますが、リバウンドはどっちだ。これは日本体育大学、小田毛が取ります。これも井出が決めます。24対9。そしてフィリップから今度は重富勇気、逆サイド大沢、フィリップが決めます。残りもう15秒切りますので、おそらくこれが最後のオフェンスになるか。日本体育大学、小田切、バスクリーン、津田がセットして、3を打ってきた。ここで第1クォーターが終了しました。24対11、日本体育大学が13点差をつけてリードしています。